久しぶりに女子力を上げなければいけない役で、今回はとても楽しかったです。あの年下の男の子と恋愛するという、あの久しぶりに女子力を上げなければいけない役で、今まであのおばあちゃん役を更新してたものですから、今回はとても楽しかったです。あの年下の男の子と恋愛するという、で、まあ、彼女はそうね、実業家としてあの何でも手に入れて成功してるんだけど、あの年齢に関係なく自由にあの生きたいと思っている人で、まあ、あのなんていうのかしら、あのその彼女の生き方とかそういうものをあのシングルでもその世の中としてちゃんとあの生き生きと生きられるようにしたら、そういう世の中にしたいなと思いながら仕事を頑張っている女性だと思うんだけど、とにかくあのその年下の彼とすごく恋愛をするというシーンがあって、私としてはあのかっこよくできたんじゃないかなと思いますけど、最後ねプールに飛び込むシーン、はい、最高でした。ありがとうございます。もう最高でした。本当に見てて憧れの女性なので。ね、毎日楽しかったし、毎日楽しかったですね。なんか場所は特にあのロケ地に行ってみないと分かんなかったりしたので、うん、例えばそこが前の晩飲んでた場所だったりとか、あ、言ってましたね、そういうこともあって、うん、でもすごいそういうのあったよね、うん、いっぱいなんかこうリアルとこうリアル物語が本当にごっちゃになる瞬間が多分結構みんなあったと思うんですけど、なんか不思議なことがいっぱいあって、生活している場所ともうロケで行く場所が網目のようにね、いろんなところで撮ったっていうのはそうなんですけど、意外とエモーショナルなシーンが道端だったり外だったりするんですよね。座り込んでね、最初私たちもしっかり話し込むところが外だったりとか、出会いの場が外だったりとか、新宿で話し込んでた、そう走ったりとか、走ったとこもこの辺だったりとか、やっぱ若者って外が似合うんだなっていう、そのなんか奔放さだったり、ね、無邪気さを何だろう、象徴してくれる場所なのかもって思いました。確かに若い子たちは外が圧倒的に多かった、多かったです、ね、ロケでしたね、たくさん出ましたね、ひたすらロケだったかも、寒かった、あちこち行ったもんね、あちこち行きました、チャリで